島田橋は埼玉県坂戸市島田と道県東松山市群花の間の追っ手側に架かる関水橋である。この橋があるところは江戸時代当時は川越小玉王冠が通っていた場所で石井塾と高坂塾の間にあたるところでこの先、高坂塾の手前の坂下橋で八王子から日光を結ぶ日光脇王冠が合流する。しかし明治時代初期頃までは この場所に橋は架けられず、島田の私と言われた私船による連絡であったが、明治初期頃に木製の橋が架けられ、オッペ川両岸間の連絡が容易になった。一方、島田橋の上流900メートルほどの場所には、日光脇王間の橋がかつて存在しており、この橋が東場鉄道の建設工事に伴って、鉄道橋と場所が被ることから、 1920年に300メートルほど下流に新しく高坂橋が建設されると、島田橋からも600メートルほどしか距離が離れていないことから両岸間連絡は高坂橋にとって変わった。この位置関係によって島田橋は、構成やコンクリート製に掛け替える許可が下りずに木製のままとなっている。増水による流出や木材の腐食などによる劣化で、 幾度も掛け替えや補修が行われ、一例として1958年の台風22号で流出した記録がある。直近では1994年の台風による流出後に掛け替えられた橋が2014年6月の大雨により流出している。橋はコンクリート橋や公共で再建の他廃止も検討されたが、地元自治会長をはじめ、 地元県や市観光協会の尽力により公費約6800万円をかけてほぼ元の形に復旧されることとなり2015年5月28日14時に開通し共用を再開している被害状況によっては工事費がかさむためその都度災害復旧事業として国の補助を受けて復旧し維持している現行協は各種通行制限があり復員制限は 標識にて1.8メートルで橋の両入り口に侵入制限用のポールがあり、重量制限は標識にて1.5トンとなっている。東橋の構造上における特徴として、ほぼ木製で、路面は全面的に板張りになっている。それによりひなびった雰囲気と素朴な姿を長く止めていることや、都心から交通の便が良いことから、テレビや映画のロケーション撮影に、 たびたび使用されている。この橋をロケ撮影に使用した作品は以下の通り、ありがとうございます。